とにかく疲れたっていうのが今日の感想。絶対みんな同じ意見やと思うで。家を出る前、いつものタチウオキラーの人から脅迫メールかなって思えるメールが来た。納得した。今日は早めの到着。西の端を占拠しようと思ったらすでにいる。どうやら飯泉かもん。亀井さんだ。この人の執念はすごいものを感じる。西2番に車を置いて、竿と餌だけ持参で徒歩で東へ移動した。昨日の流れから言うと東がきっといいからだ。東に車が2台いるので間で釣り始める。ふと HR さんだった。すでに2匹召し上げたらしい。最近の傾向を説明すると、 HR さんも車を西側へ移動して、人間だけ東へ。そして投げる投げる、2人で投げる。結局自分に当たりが2度あっただけで寝るっす。ということで、いつもの HR 仮眠モードが発動。自分も戻って車の中でスマホいじったり、猫に餌をあげたりした。1時30分前後、 T1 さんが到着。続けて OT さんが到着。今回はたい焼きさんは来ないということを全員に告げた。みんな、いや、残念残念。みんな、今日はラッキーデイだね。みんな、今日は釣りまくるぞ。みんな、あの人いるとペース崩されちゃうからね。みんな、じいじうるさいんだもの。 OT さん、本当それ。おっと、モザイク機能が調子悪くて一人だけ名前出ちゃった。改めて順番は、西側から飯泉かも、亀井、自分、HR さん、T1 さん、おてんこさんとなる。4時、全員沈黙。時々忘れた頃に誰かが釣り上げるレベル。みんなあくびしまくり。OT さん、当たりがないんです。他の人も当たりあっても1か2レベル。死んだ海が再来。5時、ウプ主、まず目までもうちょっと頑張ろう。飯泉かも、亀井さん、竿の先折れた。HR さん、当たりがない。6時まで忘れた頃に誰かが釣り上げるってレベル。最終的に7匹上げれた。かなりマシな方。飯泉かもん。亀井さんに至っては6時の段階でまだ治ってない、もう諦めようかな、らしい。最後に HR さんがとどめの1匹を上げて気持ちよく終了。我々も終了。反省会をする。とにかく潮目がなかった。まず目がなかった。魚の数が少ないがために誰かが釣っても同時にヒットすることがなかった。本当シーズン終わりかなあって流れだった。ちなみに今日釣ったのはほとんどフォール。なおフリーフォールがほとんど、 11g と 15g であげた。 HR さんもフリーフォールとか言ってた。いよいよシーズンは終わりそう。明日から極寒なんだけど人来るのかな。タチウオシーズン終わったらうちの動画何更新すればいいんだろうねって最近思うんだけど、怖いよね。